おはようございます。好きな YouTuber、たまさまと、ブーちゃんです。はい。というわけでね、はい、3人に入りまして、はい、2本目の動画となります。へぇー。で、僕がですね、この画面のこの端っこの方にね、寄ってるのと、ブーちゃんがそっちにいるという。そうなんですよ。はい、あ、まあ、初回は、ね、僕がそっちに出てて、たまさまが後ろにいるという状態でしたけど、そう、しかも、たまさま実は、いつもと位置反対なんですよ。そうなんだよね。それどういうことでしょうね。なんでそこ空いてるんですかね。はい、というわけでね、まあ、新年2発目の、はい、動画となりますけれども、なんとですね、うちのドルドル TV にですね、はい、ぜひレギュラーで入りたいという貴重な方がいらっしゃいます。そこをね、ちょっと僕たちの、まあ、面接というかね、まあ、ちょっとお話をして決めていきたいなと思います。あ、そうですね、はい、まあ、新年1発目の動画でちょっと謎を残した、そうですね、なんかちょっと謎の…あの方なのかなっていうのはなんとなく思いますけど、前回の動画はね、こちらで見ておいてください。はい、はい、まあ、これね、はい、飛べますので、はい、見ておいてください。はい、というわけでね、まあ、ちょっと僕的にはね、彼の評価は言いますよ、はい、事前に言いますけど、はい、まあ、まあ、ざっくりバラン、ざっくばらんにこうね、パッと言うと、ただのクソ野郎ですけど、ただのクソ野郎ですね。ただのゲス野郎ですね。はい、まあまあな、まあまあな、まあちょっとね、僕がまあお店をやる前から、ね、もう10、まあもう8、9年ぐらいなのかな、まあそれぐらいの中なんですけど、カレンというか、ね、はいはい、この世の呪物を全部集めたらああいう感じなのかなっていう感じですね。はい、払いましょう、速攻で払いましょう。やめよ、払ってって、そういう感じなんですけどね。まあまあ、でもなんかこう、まあ、僕らのね、チャンネルにとってはいいカーブル剤というか、まあ、ちょっと刺激物になるんじゃないかなと。そうですね、はい、起爆剤にはなるのかなっていうのがすごく感じますね。はい、とりあえず、まあ、お話だけ聞いてみましょうか。はい、ではカモン TKO! うわー、さーどうもー、タケオです。私は何も間違えない。滑りましたね、どうも。初めましてですね。やっちまったな、最初から。最初からね。最初から滑りました今。まあもう冬だしね。もう来るべきとこまで。滑りますよ。そりゃもう。滑り芸。滑り芸ね。もう二人とも滑らないから。いやまあね。うん。滑らせろから。そう。滑らないからね。誰がハゲてない。ハゲてない。ハゲてないの。そうなの。そういう感じね。ハゲてはいるんですよ。そうそう、まあ、いつもこんな感じのやり方してますけどね。してますよ、はい。今日もね、ちょっといっぱい引っ掛けてからやってます。4つぐらいだから。珍しくね、なんかお店のね、紹介動画みたいなのを、そういうのはあるけど、なんか今日初撮影前に引っ掛けてからやるっていうのはなかなかね。ドルドル TV 的には初めてです。初めて、意外でしたけどね、それね。ある意味、すすきの YouTuber らしい。撮影前に引っ掛けるは仲間の中ですね。今までね、やってなかったんだっていう驚きがあります。驚きがあります。どうなんすか。どうなんすか。もううち入りたいですか。できればよろしくお願いしたいと思っております。皆さんね、なんかどういうねイメージで持ってるかわかんないけど、そうですね。そう、俺結構毒吐くんですよこの人に。いやもうね、ひどいですよ。だってもう散々出てくる前から言ったけど、クソ野郎だろクソ野郎だろ言ってたでしょこれ。大丈夫これ。ところはね、まあ。あのね、すごい尊敬できるとこ一つだけある。おぉよくピーじゃない。これは勝てない。ほんと口をミフィコメント怖えな。コメント怖いコメント怖いさ。これコメント怖いさ。あ、まあちょっともうじゃああと2個ぐらいやっとこう。2個ぐらいやる。1個分かる。もう1個、もう1個なんだろうな。皆さんにはね、ほら俺らはもうね、7年ぐらいやってるけど、そうですね、やっぱり初めましてだから。初めまして。そうですね、初めましてですよ。実はでもね、前回出てる動画もあるんですよ。あります、あります。佐藤式リンパケアでね、出てますんで、こちらの方もね、愛の持ち込みを打ってあげると、腕上がったよっていう、はい、うにゃーって言って、多分僕、視聴者と同じ今、コメントしましたけど、あーって言ったかもみたいな。そうね、あれ神の声みたいな、天の声みたいな。にゃんですねって言って、こう、そうだ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 言われてたんですね。あんまり声拾われてなかった。好きです。やめろ。今言うな。初紹介で言うとこじゃないじゃない。ね、そんな。まあでもみんな大好きですよ。そうそうそう。みんな大好きです。そんな竹さんから始まる。うん、はい。
えいえいクアトロバジーナのものはない3322111私はかつてシャアーズナブルと呼ばれて、いや、そこじゃないんだな、そこじゃないんだな、セレクションそこじゃないんだなもっと有名なやつあるじゃないか、聞いたのがそれだったんすよ。一番失敗しましたけど、認めたくないものだな。若さゆえの怪しいものはみたいなあるでしょ、なんかそういうそういうとこが弱いです。ごめんね、気づかなくてそんなタケさんから始まった物まね3つ目漫画ワンピースから赤組のシャンクスの物まね3322111勝利を知って敗北を知り逃げ回って涙を流して男は一人前になる。滑ったっていいんだ、乗り越えろあね、まあ、タケさんほらもうね、もう芸達者なんですよ。あのモノマネできて、歌が歌えて、料理も上手で、料理は本職ですけど、イケメンで、いや、見たら分かる、ブサイク大丈夫だ誰がブサイク大丈夫だみたいなね、感じでございますけどね、まあ、上げすぎない、ハードルを、ハードルをね、たくさん、下げそうですよ、本当に、うん、下げすぎたって、下げすぎたね、うん、中間取って、あ、中間あってさっき言われたのか、うん、0、100なんですよ100か0かですね、100か0かですかね、はい、もう本当にね、たけしさんの話はね、もういつも滑らないんでね、本当ね、いや、上げてるよな、ど真ん中で滑ってっからね登場の時にも滑ってっから、うん、あ、なんかうまく加工しとくね、うん、どんな風になるんだろう楽しみだな原画と合わせて編集で追いつくかな編集で1年くらいかかりそうだけどね、それ怖いわ。まあまあこんなタケさんとですね、はい、これが3人で企画を今立ててまして、とりあえずまあいろいろネタ出していこうということで、今20本ぐらいネタ考えてますけど、はい、まあ3人もねちょっとスケジュール合わせがまだね難しいかもしれないんですけど、まあできれば週に最低1本ぐらい出せたらいいなっていうペースで、まあ出せたら2本3本とね出せたらいいなと思っております。はい、まあまあまあ新しい風ということでね、はい、というわけでもうこんな役をやってみたいな桃鉄で言ったらキングボンビー引いたみたいな感じですからね、なんかね、たまにいいカード引いたりとか、そうそうそう、結構このね、会話とか結構聞きますからね、2人のやりとりはね、酔ってたりもっとひどいから、ね、もっとひどいです、ほんとひどいです、なんなら2人とも記憶ないですからね、そうですね、ずっと、本当にずっとこの調子で喋ってるんです、この2人ずっとこの調子で2人喋ってるから、全然俺喋れねえのなんかね、やっぱね、こうね、俺はやっぱりブーちゃんにはね、ここまで毒づけないそうですね、かわいそうっす、上品って言おう、これはいいんだいいんだね、いいんです、いいんです、いや、まあその底辺が何言ってるのか分からないです、ほら、もう一発ね、今年一発ねいや、だいぶ前に一発目言ってるわ何発出たんだろうね、まあね、これもう底辺と頑張っていきますよね、行きましょうまあまあまあ、そこを知ればね、上が見れますね、まあそういうのも含め、プラス、まあもう一つ目的があって、あのまあショートムービーみたいなのね、なんか3人でできるような感じのやつもできるかなと、できやすいかなと、ね、2人でとか、まあ、あとゲスト迎えてって思ったんですけど、やっぱりなんかそうなると初動がやっぱり難しい、そうですね、うん、やっぱりスケジュールね、うん、皆さんそう時間が合わないから3人いるとなんとなくなるかなみたいなとこもあるので、まあそっちの方を受けたらね、受けたいなって思っているそうです、ね、今年のね感じで、まあやりたいですね、そう僕の中ではそう、なんかそうショートの5分ぐらいの、ね、連続ドラマ12話とかね、そういうのでやっていきたいなって思ってて、うんうん、まあプラスまあロングのっていうか、まあ1本のショートフィルムもできたら、その1回ねやりましたけどね、うん、仲間が増えてて、はい、そういうためにいましたけど、次はもっとうまくできると思っていう、うん、できるかなできるかな、まあ、そこそこ見ていただけますけどね、そうですね、うん、まあまあ2万再生ぐらいできたら、ね、そうですね、大体僕そのうち3万ぐらい見てますけどね超えてる超えてるそれね、失敗は高画質じゃ成功はないんですよ、まあ、まあ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 、まあ、今ね、うん、名言的に言いましたけど、はい、悪いとこカットするんだよ、うん、ほぼほぼなくねほぼなくね、だって最初は遊びだったんだけどやかましたよそれね、ここでやらなくてもお宅入る入る結局誰だかわかんない音声変わっちゃった、うんいや、じゃあ結局騙されるやつが悪いんだよあ、忘れたいろいろ持ちネタもあるんでね、なんか皆さんが、そうそう、
そういう引き出しをね、そうそう、まあ、デジに楽しんでもらえるよね。そうですね、もう新しくなったドルデビをね、そうそうそう、やっぱりね、登録者も増えるし面白いんだろうなっていう、うん、タケさん来たんだもん、バズるよ悪い怖え、ね、怖え、いやいや、もう本当ね、なんか1年後には謝罪動画出してると思いますけど、本当ね、まあ、運営から報告されそう運営から報告がねえか、チャンネルは大丈夫なんでね、あの、まあ、彼が消えるだけなんで何かあったらもうチャンネルジャック、彼が消えるだけです、ずっとこうなってるはい、というわけですね、あの、まずとりあえず1年間まあね、まあ準レギュラーとして頑張っていって準なんだ準なんだそう、まあ、仮メンバーとして仮なんだ、カッコついてない仮なんだタマさん、俺、この人とうまくやっていけるかわかんない、まあ、そこだよね、そこだよね、あのビクトリアは何だったんだもう、とんでもないのが来ましたけども、そうですね、よろしくお願いしますよ、まあまあまあ、とりあえず、あの、準レギュラーってことで準なんだもう一回やると準なんだあと一つだけ強いのがありますよ。何？打たれ強い。打たれ強いね。そう。打たれ強いね。パラメーターだね、うん、これ。体力はないけどね。うん、持久力だけある。メンタル。メンタル弱いぞ。体力、防御力、魔法、持久力みたいな。防御力はゼロや。そうそう。すぐ MP 吸い取られる。まあね、ほんとね、まあ楽しくなるのか、まあ残念になるのか分からないですけど、さあ、どうなることやらですよ、はい、ね、まあ、このドラマ荒れると思うんだ、いやー、荒れてほしいですね、結構敵多いからねそう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 、結構敵作るから、いや、だって、なんで恨まれてるか分かんないこともあるんで、はい、一生懸命生きて、いきましょう何これ AC になっちゃう、生きて、生きて、ノンフィクションノンフィクション、あれもうやっぱりあの曲で泣いちゃうのよね、君の人生のノンフィクションの方が面白い、え、ノンフィクションだよ本当にノンフィクションだよ、後々いろいろね、なんか語っていこうかなみたいな、昔なんだよね、そう、竹尾昔になる、本当にノンフィクションになると思う、僕と竹尾の夏休みみたいなやつ、夏休みどころか玉木が池に突き落としたてて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 、いや、落としてないし落とそうとしたけど、もっとひどい玉木ドライバーとかやったら、ちょっと記憶にないんですよね、静止画かよ、ないんでちょっとわかんないんですけど俺もないんだけど、ススキノはね、やっぱりいろんなことがあるんですっていうね、そのね、ススキノをね、元気づけるためにも僕らね、ですね、はい、頑張んなきゃいけない、頑張っていきましょう、頑張っていきましょう、ススキノ YouTuber ということでね、まあ皆さんススキノ経験者ということでそれぞれにね、そういろんな場面を見てきてますから ね、そう、鈴木も応援しようということで、うんうんうん、はい、ね、竹さんのくだらないアホな話で、ね、皆さん盛り上がってきてくれると、本当ね、さらに盛り上がってきていただけると嬉しいなと、勇気をね、与えたいなと思いますよ、俺なんかね、ロケとか一緒に行くの本当ね、ハラハラする大丈夫かな、この人って思いながら、ね、やると思う、現地で捕まっちゃうかもしれないけどねいつでも謝罪会見できるように僕らスーツだけ持ち歩くでしょ、うん、悪い子、竹尾悪い子ですホビットだねそれホビットだよね、ホブコブリンの方だよね、僕ちょっと見てないのに分かんないんですけど絶対さっき調べてたべあ、でもほら、最後のコールもね、はあ、3人じゃないですか、あ、そうですね、そうですね、はい、ここはやっぱり最後はちょっと面白く竹尾さんが一言言って、うん、で下っけで締めるっていうね、面白いこと言うな、そうですね、うん、今まではありがとうございました。うん、そのね、先週はたまさまとブーちゃんでした。したっけ、うん、で終わったんですよ、うんうんうん。これからは、うん、こうなんかありがとうございました。先週はドルドルたまさまとブーちゃんと。打ち合わせねえぞこれ。これそんな感じでいくんですか。やっぱ逆線高いんでやっぱりそういうので受ける。うわマジ肌が熱いでしょ。まあ、最初なんでこのぐらいで、あれですよ、このぐらいで、急にこう、もうこれぐらいですよ、もうこれぐらい、まあ、やってきたのね、やっぱり、まあ、マジで頭回んないですよいきますよ、じゃあそういうわけで、本日も待って待ってご視聴ありがとうございました、うん、鈴木の YouTuber、たまさまとブーちゃんとウォッカ大好き、竹本さんピロリンってなったねえ、下だけ、下だけテイク2 なんかガンって来てくれた方が最後に多分挨拶最後に挨拶して最後にダンの方が面白いと思う、あ最後にダン、うん、なあ名乗って名乗って名乗ってでしたでしたしたっけはこれ俺消したくないんですよね正直言って3人でしたっけで竹さんが
今日の一言的な感じでバーンってギャグ的な感じで来た方が面白いのかなと思って。なるほど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 。たけさんのコーナーを一個作ってみました。 OK OK です。はい、というわけでね、たけさんこの後面白いことしてくれます。好きな YouTuber たまさんとゆうちゃんとたけおさんです。あ、待って待って、ごめん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 、違うんだな。 OK です。というわけでこれで本当に締めで、たけさんが最後に面白いことしてくれます。すすきの YouTuber たま様とテイク3ずーちゃんでした。まあ、ちょっとここ俺が間違った俺が間違った、ごめんなさい。あーオッケーオッケー、たけさん何やってるんだよ。俺だ、いや俺だ、俺だ、はい、これで本当に最後、たけさんが面白いことしろよ。ジョ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 に乗るって、ジョ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 じゃないの誰がゴキブリやだってなんで俺タマ様とブーちゃんとタケオでしたしたっけドン。あ、そうだでしたか、でしたか。最後のおしめが終わってから撮り直してよ、全集合。これで本当になったのね。スキル YouTuber タマ様とやっぱりテイク10まで行ったか、ブーちゃんとタケオさんでした。したっけにょんこだ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。